おはようございます、こんにちは、こんばんは。レビューフグミカンのフグミカンです。もうそろそろこのアバターちゃんの半袖も厳しくなってきましたね。だんだん気温が下がって、そして雨が増えてる感じがしますけれども、今ね、蚊が一番最後の元気な時期で、僕自転車でいつも出かけてるので、自転車で帰ってくるとどうしても汗だくになるんですよ。汗だくになって自転車の整備をしていると必ず足を食われてる気がします。まあそろそろあの羽音ともお別れなんでしょうね。という感じで今回もやっていきたいんですけども、このチャンネル今年の夏ぐらいについに1万人を無事突破いたしまして、おかげさまでね、なんとかやらせていただいてるんですけど、あんまりこうチャンネル登録者が多いとは言えないチャンネルではあるんですけれども、それでもやっていけてるのはやっぱリピーターの皆様と、そしてね、こう熱心にイヤホンを買われてる皆様のおかげだと思います。本当にね、1万人ぐらいリピーターはいまして、ちょうどチャンネル登録者と同じぐらいなんですよ。なんで熱心な、あの少数かもしれないけど熱心な人たちに支えられてるイヤホンっていう界隈で今回もやっていきたいと思うんですけども、そういう風に何度も何度も同じレビューアーさんのレビューを見ていると、大体そのレビューアーさんに対してこう傾向とかが分かってるじゃないですか。僕に関してもその、あ、俺こういうイヤホン好きなんだけど、このレビューアーはこのイヤホンのここを評価してるんだなっていう風にこう感じることが多くて、何度も何度も見てるとその傾向も分かってくると思うんですよ。でもういつも見てる方は大体僕の趣味趣向っていうのは分かってるかと思うんですけれども、でもせっかくなんで、じゃあそこに自分で自己分析してたら、あ、こういうふうにあのこの人は感じてレビューしてるんだなっていうのが分かりやすくなると思うんですよね。この人っていうか僕に関してはそんな大層なもんじゃないですけど、まあそういうわけで今回はね、せっかくなんで自分の感じてる自分の傾向についてお話ししてみようかと思います。もうね、ほとんどの方分かってるかと思うんですけど、正確なイヤホンよりも楽しいイヤホンが好き。でもって、やっぱりその中でも、あえて崩したバランスで成立してるものっていうのがすごく高評価だと思います。ちょうど昨日評価した LZA4 Pro なんかは結構崩れてるイヤホンなんですけど、崩しつつも大事なところはちゃんとしてるっていうイヤホンが一番好きですね。全部崩れてたらもう本当にそれダメイヤホンなんでね。で、やっぱりそういう風に聞いてると、その中でも僕って楽しいイヤホンっていう、その楽しいイヤホンって何が楽しいのっていうと、高音域の完成度と高音域の主張はもちろん大事なんですけど、その上にまず乗っかってるもの、その下にあるものっていうのは低音域なんですよ。特にサブベースがしっかり出てないとダメっていうのがあるんですよね。やっぱイヤホンのサイズでサブベースを出すことって結構難しくて、昔のモデルとかって結構出てないことが多いんですけど、最近の密閉型でなおかつこうダイナミックドライバーがデカめになってきたものに関してはサブベースがちゃんと出てるものが多いんですね。で、たまにこうフル BA のイヤホンとかもレビューするんですけど、フル BA のイヤホンに関しては基本的に好きな人もいるよねっていうレビューになったことが多いんですね。バランスドアーマチュアのイヤホンってどうしてもこうサブベースの量感に関してはあんまり出ないものがどうしても構造的にね多いので、そうなるとやっぱりこうそれが好きな人もいるってことは分かってるんですけども、自分で使っておすすめだよっていう風な傾向になる BA のイヤホンは少ないんですね。バランスドアーマチュアってすごくこう小さなドライバーなので、やっぱりそのドライバーが大きければ大きいほど低音が得意っていう傾向がありまして、ダイナミックドライバーもね、でかいものの方が低音がいいって言ってることがやっぱり多いと思います。そこであえてこう絞ったチューニングにしてるものもそれはそれでいいんですけれども、まあそれは置いといて、実際バランスドアーマチュアのイヤホンって、僕が本当にこう今でも使ってるイヤホンっていうと、低音域がちゃんと出てるっていうことで、 KZ の AS 系の中でもドライバー数が少なめのものは結構愛用してたりします。それから COD のアノーですね。アノーはあれ正直そんなに低音が出てるイヤホンとは言えないんですけど、ただその上でこう高音域の完成度がすごく高いので、いや、バランスドアーマチュアの良さっていうのを自分でこう実感していつも使うようになったイヤホンっていうと、正直アノーが一番初めてだったかなっていう感じがしますね。他にもこう低音が出てた、バランスドアーマチュア HBA のイヤホンで、HCK の X49、BO49 なんて言われますけど、あれも安くてちゃんと低音まで出てて面白いイヤホンだよねってことで愛用してたりとか、あとはちょっと古いモデルになるとエレコムのアクアも、あれもちゃんと低音まで出てるすげえなって思ったんですけど、でも今手元に残ってるのは実はアクアじゃなくてダイナミックドライバーの CH3000 だったりするんですよね。っていうことで結構その特に他の音域の素晴らしさっていうのは各レビューで評価してると思うんですけど、サブベース出てないとダメっていうのが結構大前提だったりするんですよ。実はこのね、あのレビューで実は動画にはしてないんですけど、ノーマッドの N1 を買ったことがあるんですね。あれすごくチタンハウジングだったかな。ですごくこうドンシャリの
もうド定番みたいな感じで、ドンシャリとりあえずこれが一番完成してるみたいな風に評価される方も非常に多いんですけども、実はあれ3日で売っちゃいました。なんでそんなことが起きたかっていうと、さっきも言った通りサブベースなんですね。ノマドの N1 ってすごくこうスピード感のある音で、でなおかつ低音も量感があるっていう風に評価されてて、あ、じゃあこれはもう絶対に俺好みの音だなと思って聞いてみたんですよ。で実際その自分が普段聴かないジャンルの曲だとすごくいいんです、すごくいいんですけど、ただサブベースが非常に大事な EDM 系、特にこうズンズン言うようなドラムベースとか、あそこら辺の曲を聴いてみたら、あれ低音がそんなに出てない、量感がないって思っちゃったんですね。これなんでかっていうと、スピード感を出すためにサブベースがあえて削られていて、サブベースの上の音域はとてもこうリッチに出てるんですけど、本当にダイナミックドライバーのそういうタイプのイヤホンとしては珍しいぐらいにサブベースがスコーンとなくなるんですよ、このイヤホン。なのでノマド N1、 こう良さもわかるし評価されてるのもわかるんですけど、あれってサブベースないじゃんってなっちゃって、割とあれ自腹で結構高い値段で買ったんで、あ、もうこれ状態が悪くなるの売っちゃおうっつってすぐに売っちゃったんですね。そんな状態だったんで実はレビューしてなかったんですけど、良さもわかるし、そのいいイヤホンだってのもわかるんですけど、そこがむしろ、あ、俺ここが大好きなんだっていうのを気づかせてくれたいいイヤホンでしたね。っていうことで結構ね、その一番僕が評価が変な風に揺れるのがサブベースがよく出てないイヤホンで、あとはその攻撃が鋭すぎるイヤホンもちょっと以前はしんどかったんですけど、最近はね、その鋭さをなくすためのこう工夫ですとか、例えばその再生環境を変えてあげるとか、ケーブルを変えてあげるとか、イヤーピースを変えてあげるとかで対応できるようになったんで、そういう鋭すぎるイヤホンに関しては対応できるようになったんですけど、でもサブベースが出てないイヤホンだけはやっぱり今でもちょっとね、評価がいまいち乗らないものが多いですね。特に最近だとその個体差にもよるのかもしれないんですけど、僕の持ってた CCACKX ってちゃんとバランスよく音出てるんですけど、超低音だけ出てないんですよ。やっぱりその部分が出てくれないと、やっぱドンシャリイヤホンの中でもその誰にでもおすすめできるドンシャリイヤホンにはなりづらいかなっていうところはありますね。それから結構ねボーカルに関しての評価が雑っていう感じは自分でもしてるんですけど、ボーカルよく出てるよとか、ボーカルよく聞こえるよとか、ボーカル ナチュラルだよぐらいのことで詰まっちゃうことが結構多いんですが、これは僕がボーカル聞く頻度がすごく少ないからですね。本当にロックとかメタルとかもボーカル乗ってるから聞かないぐらいな状態があったぐらい で、最近になってインストメンタル版、ボーカルが乗ってない曲とかを聞いたときに、あ、ロックとかメタルとか全然いけるじゃんってなって、実は最近こうすごい懐かしの名盤みたいなそのインストメンタル版を今更聞くっていう状態に陥ってたりします。本当にねロック、クラシックはちょっと聞いたかな、クラシックは聞いたんですけど、それでもボーカルが乗ってるもの、声が乗ってるものっていうのはなかなか聞かないで、で本当にロックメタル、結構イヤホン好きな方でもそこら辺が好きな方多いんですけど、僕本当にそこ全然聞いてなかったんですが、最近そういう楽器だけに関してはちょっとずつ好きなところ増えてきたかなっていう感じはします。ただね、結構こう実際にそういったバンドやられてた方とかとお話ししたことがあったんですけど、そういった方が聞いてる場所と僕が聞いてる場所が違うってことも判明してますので、多分そういった方が好きなイヤホンっていうところをピンポイントに僕まだ絞り出すことができないんですよね。いやー本当に修行だと思うんですけど、イヤホンのおすすめの修行ってなかなかちょっとお前なんでそんなこと修行してんだろうって思われるかもしれないですけど、こうやってね何年もレビューをやってる人間だったらそれぐらいのことはできるようになっておきたいなとも思います。いやー本当にね、今こう壁にイヤホン吊るしてるんですけど、その吊るしてるイヤホンもだいたい電子音楽に合うとかミックスされた曲に合うものばっかりなんですよ。なんで結構自分のね傾向が偏ってるのは分かりつつも、その中でもこう他のジャンルのね曲を聴いてる方が好きなイヤホンっていうのもちゃんと聞き分けられるようにこれからも頑張っていきたいと思います。こんな感じでね、複数台のイヤホンを持ってる方は一度自分の好みを再分析してみるとより後悔のない買い物ができるかもしれません。僕はもうねだいたいこういう風に傾向は決まってるんですけど、あとは他のねジャンルの曲を聴いた時にちゃんと正しい印象が持てるように頑張りたいと思います。いやー11月17日も近いことですしね、皆さんも買うイヤホンの目星をつけるためにこんな風に自分の聴いているジャンル、聴いている音、そして好みの音っていうのを再分析してみてはいかがでしょうか。といった感じで今回もここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。レビューふぐみかんでした。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。